両相手もお願いします。めっちゃクリア、俺はやってもらう、ナイスお願いしますね。ナイスを、おはようございます。ふわっち深夜の部です。スタートします。深夜の部、あ、ナイス、ありがとうございますね、ナイス、ちょっとね、俺ね、今ね、半分ね、意識朦朧とします半分、意識朦朧としますというのもね、連日長時間配信で、長時間配信で、もう頭がおかしくなってる、完全に、頭バグってる。眠すぎる。大丈夫って、何が なんかあったの？逆に。森吉祐樹とはどうでもやろう。そうっすね、もう 今東京の時は帰り途中眠たくてさ、寝てもうたわスコーンって、昨日だってさ、ネットカフェで寝たやんか。ちょっと言うても知れてるやん、ネットカフェなんか、釘付けた配信が。まあね、批判する配信者もおるやろしね、周りの配信者の目なんか俺ちょっと全く気にしなかったけど、帰ってからも知らんで、なんかあったの逆に、帰ってからなんかあったん。あった、何があったん。何、実家に強制行きたくて。なんで実家に強制来たく、なんで実家に強制来たくな。サングラス来い。あ、ゆうちゃんね、ありがとう、ゆうちゃん。ありがとう、ストリートスナップ、みーちゃん。父親を迎えに来た、なんで妊婦引退するの、なんでよなんで妊婦さん引退するの、これからじゃないの。誰も信用できなーいって泣いてた。え、ちょっと待って、最後さ、サイレントサイレンで終わったやんな。最後サイレントサイレンで、裏切られて、え、最後サイレントサイレンで、じゃあなんて終わったよね、じゃんじゃんで。ここ投げ出すかい、匿名さん、誰や。
あ、まーちゃんね、まーちゃん。ここどんつかすこい誰？あ、まーちゃんね、まーちゃん。終わりよければ、すべてよしやろ。うん。まゆのデートもキャンセル。うん。なんでなん？帰った後に忍法配信者がよ、知らんねん全然そこそっから。うん。どんな帰り方しちゃうんってさ。じゃあ最後ね、うん、サイレン流してエンディングね、うん、でまゆちゃんとデートするみたいな流れでそれが書いたよね、うん、その後誰も死んじゃえて涙ってその意味が分からんねんけど俺、うん、それの意味が、うん、なんでそっからさ、なんかそのコロッと変わったの展開が、うん、実家に帰ったん？え、それ実家に帰ったっていうその動画とかあるん？うん、これいや別に怖くはないで全然、うん、怖くはない。あ、親父を、それもほんまなん、もう分からんねんけど、何がほんまに何が嘘か。うん。何がほんまで何が嘘か、もうちんぷんかんぷんねんけど、あの人。うん。忍法に、あ、忍法さんに俺ファンタ投げたな、そういえば。うん。ファンタ投げた。便所太郎に電話してたので。あいつめっちゃこじるやん、うん、めちゃくちゃこじるやん忍法、うん、まあの配信見たらね、さ、まゆちゃん引くわ、うん、多分もうさばききれいよね。あいつの引退は嘘だから気にしなくて、そうな、これ毎度のこと？もしかして、引退復活、引退復活みたいな感じな？あの忍法さんって、あ、毎回なんや。うん。あ、ニコ生で散々引退配信してんねや。あ、100回以上。あ、じゃあもうこれもうパターン化してんねや、ニコ生からしたら。あ、そうなん。じゃあ、火薬さんと、まあ、よく似たパターンよね。うん。火薬さんと。うん。に、忍まゆは、デートは中止ですね、多分。うん。コメント欄でもあってんけど、忍まゆのデートは中止だし。うん。でも、忍法さんが配信引退して、ほんでね、うん。そのままね。忍まゆ中止らしい、うん、親が迎えに来たのも演技なんかなって、いや親が迎えに来たのも演技なんかっていうか、あのお母さんがね、お母さんがこれ知ってる、これお母さんがなんか首吊ったみたいな、なんかその時なんかミュートにしたらしいけど、あのパソコンさミュートなれへんのよ、うん、あのパソコン、いやそれでな、うん、電話かかってきてさ、親がどうなのこうなるからさ、じゃあお母さん電話しようよって迎えに行こうよって、うん、お母さんも普通に電話しとったよ、うん、
あれなんか、あのさ、ミュートのボタンでさ、あの、音量絞るだけやんな、ビャーって。うん。音量絞るだけで、ミュート、完全ミュートになれへんね、あれ。全部漏れてるね、音。パソコンのやつ。あ、パソコンやったらミュートってなる？うん。何がほんまに何がそこわからへんやん、もう。タコ呼び戻されて一回書いたよね。うん。お母さん普通やで全然。うん。お疲れさん。お母さん全然普通で。なんでそういう流れになったか知らんけどな俺。いや、あ、お母さんってなってなってない、電話で喋ったぐらい。50万払うわけないよお前。払うわけない俺が。お母さんと電話で話をちょっと、うん、お母さんと電話で話して、なんかとりあえずなんかその気持ちが高ぶってるんで落ち着かせてくださいみたいな、うん、感じだった。あ、わかりましたみたいな。いやでも疲労困憊やわ、うん、連日連夜ね、あっち行ったりこっち行ったりさ、うん、昨日は埼玉、一昨日埼玉ね、今日千葉。お疲れ様です。戻ってこいって戻ったよ、うん、相原とどっちが使うか、いや、どっちやろな、どっちもどっちぐらいちゃう。でも相原の場合はもう帰りの運転がしんどかったよな、うん、帰りの運転が、うん、今年一番なかった。ポンちゃんがお金に困ってるらしいよで、しかもニコ生配信者も俺も、うん。タコが再びと、いやあれは忍法さんが今から一緒に配信するって言うからな、あ別に構えへんよって言うから、うん、いいよって忍法さんが配信したいって言うからな、うん、じゃあいいよってしようかって。でも絶対これコメント欄荒れんでる、うん、コメント欄も絶対荒れるから、あれやでて、わかったね、うん、まあ今日の放送ね、まあ、ずっと見てくれたねリスナーさんもね、まあ、おると思うけどね、うん、まあ、どういうね見方するか知らんけど、イギリスをめっちゃタコしてる見方してたマジで、うん、金渡してへんで50万も渡すわけないやん。いや親が配信嫌いなんやろ、うん、めちゃくちゃ、うん、ありがとうございます匿名さん、いやーもうちょっとしばらく落ち着こうぜ、うん、しばらくおとなしくしようぜ、うちは高志ゼミは、うん、もうだいぶあれやろ、みんなも満足してくれた、うん、忍法さんでもいつもあんな感じなんや、飛ばしすぎたっちゅうか、うん、明日からはもう結賀事件一本でやっていくわ、うん、結賀事件一本で忍法さんでも配信するやろ、うん、
山田いらっしゃい。いやもうあれで、他の配信者さんはね、アポなし忍法さんはもうダメよ。アポなし忍法さんは、もう絶対入れてくれへんで。アポなし忍法さんは、あの後どうなんだ。いやだからあの後は普通に帰ったやんな、あの後っていうかさ、最後エンディング流して「じゃあねー」って「さようなら」って、親迎えに来た、ほんまなん、親迎えに来たって。だってさ、お父さんの姿も見てへんやろみんな、お父さんが家に来てね、お父さんが引き取っていく姿を。忍法に LINE ブログ、いやそれはないと思うで、それはないやろ。一回チェックし、忍法さんラインチェック。スタンプやな、確かスタンプで適度では。なんと、皆さん、私奥森隆史、忍法さんブロックされて、200ライスいて、200ライス、てんちゃん頑張ったねって、まゆちゃんとデート配信するやろうす、まゆちゃんとデート配信は、まゆちゃんがどうすか知らんで、豊和知らん、寝てるんか知らん、豊和、200ライスにしよう、なんか変なのする、まゆちゃんデートなくなった今言った、まゆちゃんが断ったの、どっちなん、まゆちゃんが断ったんか忍法さんが断ったんか、どっちが先に断ったん？あ、忍法さんマジで、まゆちゃんがじゃあ振られたってことやな、まゆちゃんがもう振られたって感じやな、忍法さんに。かっこええやん忍法さん、なかなかイケメンのことするやん。今日以降のコラボは中止どうすんの、また俺みたいな配信者がさね、忍法チャレンジ言うてさ、忍法さんの家行ったら、金梅がアッション、ゆいが考察会に来てほしいって池袋、俺
そんな言わんやろバイさん。妊婦泣き告白があれもクソ笑ってんけども、もうこのタイミング泣くんで、完全発言がもう西野からやったからな俺。200内政ね、忍法さんライン公開します僕の、いやーマジ疲れたわ、多分寝てへんからちゃう、まあ頭今回らんもん俺、全然ちんぷんかんぷんやもん。何時間配信してる昨日の夜の、今日1時40分やんな。昨日の夜の8時から配信してる。9時か。何時今。9時からずっと配信。寝てない全然。全く寝てない。もうね、もう目がうつなってる、目がうつろに、もう多分ぶっ倒れると思う。もう目のね、焦点がね、合えへん全然、配信しすぎて。疲労困憊でいや俺もそのパターンやねんで、仲直りしよかったなと思い、再度二人開いたらまたあれ、それが意味な、ほんまそれが、その芸風がもう火薬さやねんて、その芸風が火薬さん一緒やんでもだもんな、これがニコ生かもだもんな、これがニンボーさん口から聞いたよ、コラボするのはね、ゴールド以上の配信者で、ゴールド以下の配信者はもうコラボしてくれへんよ誰も。考えてるなニンボーさん、そこあれでタコの台本ちゃうので、いや台本中か、台本ではないけど別に、でも今日はいらんわ、もうそろそろちょイベントあれっすね、さもうボロボロやもん今イベント、総合17位やで、総合17位、これじゃあかんわ、初日へ。おもろい、応援してねみんな、応援してね、おもろいと思ったら応援してねみんな、頼むよ、いや別に訴えられもないせえへんよ別に、訴えられるとかそんなないと思うで、父ちゃんが訴える誰を、これからのフワちゃん忍法ママ忍法さんな、ちょっとバズったなバック箱に、いやちょっと頭回らんわ全然、もう配信に全神経集中させたから俺。匿名でドンつかすこい。
あ、いいよいいよ、ありがとう。ここだけ丼つく、特命ちゃん。特命ちゃん、ここ丼つかすかい。優しいわ、この子マジで。いつもいつも。ここだけ丼つかすかい。ここだけ丼つかすかい。あ、10個丼つかすかい。優しいわ、この子。10個丼つく、特命ちゃん。5個丼つく、特命ちゃん。5個だけ丼つく、特命ちゃん。5個だけ丼つく、特命ちゃん。はい、5個だけ丼つかすかい、Kさん。5個丼つく、特命さん。はい、5個だけ丼つく、5個だ、丼つく。はい、5個だけ丼つく。はい、5個だけ丼つく、Kさん。元気、あー、20個丼つかすかい。ペースアップ、元気出るわ、これ元気。10個だけ丼つかすかい。5個だけ丼つく、Kさん。10個だけ丼つく、 A ちゃんね、ありがとう A ちゃん。相澤先生来た、いらっしゃい。結構総合混戦よね、これ、総合。あ、メガホン100個ありがとう、特命ちゃん。アイザー来んな、ちゃうお前、お前来んな、アホお前、お前来んな、ね、お前ぶち込むぞお前。ごめんねわ、42番、ごめんなさいわ。ブロックね、ブロック、ブロック。皆さん無料アイテムとね、ナイスだけお願いします。無料アイテムとナイスね、サブからもね、 ありがとう。イベントちょっと集中するわマジで、こんなん終わっちゃうわ。あ、 LINE ちょ待ってや、200ナイス、200ナイスいくわ、LINE。今日ね、ちょっと洗脳解除配信ね、しよう思ってんけどね、あまりにも疲れすぎてさ、配信つける気力もなかったよ、俺もう。配信つける気力が。200ナイスで、LINE チャレンジ。お、結果はすでに出てます、結果は出てます。お疲れ、そこだけ出すかい。みーちゃん優しいわマジで。200ナイスで公開します。なんと私、奥村隆史、忍法さんことね、仙台豊和さんに LINE ブロックされて、ませんでした。 TS ね、 TS セーフです。されるわけないよお前、ブロック。お前、人のコラボの企画まで潰しやがってて、何よそれ、人のコラボの企画で。それ俺に言われてもしゃあないお前、ねえ、それは俺に言われても。だってね、忍法さんがね、ふわっち輝いたがさ、胃の一番に食いついた俺、忍法さん。いやでもな、俺配信な、前から結構見とったよ忍法さんの、忍法さん配信に前から結構、
まさかね、あそこまでなんか配信のね、ポテンシャルがある人ね、ある人と思わんかったよ、俺。忍法さんで。忍法さんは、ふわっちで絶対にバズるよって。え？本当に？本当に言ってるの、それで。軽すぎるやろマジで俺もう軽いやもういいわもう腹いっぱいよ俺こんばんはありちゃん、養分がタコは本物のうんこ食いになったて本物のうんこいもな食いつくよね、食いつくよね忍法さんは、あんた忍法さんに何したので、何もしへん俺、変なことしたっけ忍法さんに。俺今日仲良くね唐揚げ定食でね、あのイワシ定食食ったよね、イワシ定食夜の配信をみんなタイトル忍法マジで染めだった今日、すべた、忍法の囲いさんがアイテムで必死にタコシの本性、あーあったな、なんかファンタ投げた人やろ、ファンタ、いやマジ疲れたな今日は、まあ長時間見てくれてね ありがとうございます僕の配信を、見てる方もねハラハラしたと思うよ俺は、見てる方もむちゃくちゃ こいつ どうなんのかなみたいな、どうするんかな 今からの次の展開とかね、ポンちゃんが忍法に浸透して野田さんに30分ぐらい相談したわ、ポンちゃんもふわっちバズいたらしい、あ俺はポンちゃんに言われたわ一回、ふわっち稼ぎたいですって、どこやったかなロビンソンさんのバーで、ロビンソンさんのバーで言われたわ一回、ニコ生の配信者でさ月10万とかやって給料、戻った時はもうすでに警察がおった、警察が、これもあの後日談ね、後日談、お前をもう警察呼んでるから言うて、戻ってこいって、そうやで、で戻ってバーって。忍法さんの家に、な警察2人が家に来とってね、千葉西警察ってな、千葉西警察かなんかやったで、でほんで警察もさ、なんちゅうん、その基本的に民事不介入やからね警察も、そういうので、だから俺を詐欺罪とかさ、あのなんかどっちにしてかでなんかあの訴えたかったよな忍法さんは、俺を警察にパクってほしかったよな、で俺がね戻ってね、まあ、状況説明するわけよ、こうでこういうことがありましたよみたいな、でそれでいやそれはちょっとあのできないですって警察も、詐欺でも何でもないっすって。でそれでとりあえずそこで警察が30分ぐらい忍法さんの家で喋ったのかな、お母さんと、
アーロンさんいらっしゃい。何？こんばんは、天然さんの YouTube 見ました？ジュンめっちゃ生きてる割に、生やったら挙動不審で、あ、生やったらね。うん、僕の YouTube ね。お母さん来てて、お母さんの電話で喋ったよね。うん。お母さんの電話で。で、お母さんが、ね、今回の件で、ね、もしね、なんかあったらね、天然さん責任取ってくださいって。うん。天然さんが。ママは来てへんよ。電話だけで。お母さん怒ってたっちゅうか、そう、まあ、そう、めちゃくちゃ怒ってんけど、まあ、あんまりね、うん、このことに関しては、あんまりね、豊和って、喋ってあかんよって、うん。ママ死のおばあちゃんに直接会ってんか分からんよね。で、天然さんにね、うん、もし今後何かあった場合ね、一筆書いてもらいて、うん、天然さんって、あ、奥村さんはね、うん、何月生まれですかって、住所はどこですかって、携帯番号は どこですかって、まずそれを書いてくださいって、豊和をね、それで一筆書いたら納得するでしょって、うん、うん、配信外でしかも、うん、そうなんですよ。100何番さん、183番さんね、うん、一筆っちゅうか、んで今後ね、今後もし何かがあればね、責任取りますみたいな、うん、こんな一筆は効力ないやろって、確実に、うん、それで落ち着いたよね、とりあえず、うん、発狂から。和尚さん頼む仲介、うん、で、それで、うん、とりあえず、まあ、ことは収まって、じゃあそこで配信しようかなんて、そこで、いや、俺だから今回絡んで思ったんが、まあ、結構あれやな、信じやすいな、うん、信じやすいで配信つけたのいいねんけどさ、まあ どうせなコメントなんかそんなになるからさ、絶対に それでもいいのって、まあ、そのね、コメント欄がそういう風な流れになってもね、まあ、もう俺がうまいことやってあげるわって、うん、で配信つけたよ、ポンって、うん、で配信つけて、そこで、まあ、適当にね、まあ、最初はもうアイテムこじたりさ、バーってやってんけど、なんか知らんけど流れがさ、まゆたに告白するかってさもう大丈夫かよ、もうでも、うん、ありがとう、コンボ、うん、で、いきなり泣き出しね、うん、僕はね、重たい男ですかって、うん、こんな、もしバトルで勝ったらね、バトルで勝ったら、うん、あれ、なんて約束したんだっけな、バトルで勝ったら、まゆちゃんをもらってもいいですかやったっけ、確か、うん、このバトルで勝ったらまゆちゃんもらっていいですかみたいなバトルだったんよ。あ、そう、勝ったら僕だけのものにしちゃいて、僕のものにしちゃいて、このバトルで勝ったらって、
バトル始まったよ、それで。忍法さん勝ちよってや。バトルで。俺、忍法さんファンだだけだもん。で、それで、なんか そっから、なんかバトル買って、うん。で、イヤホンしてからさ、何喋ったか分かれへんよね、俺。うん。忍法さんがイヤホンでね、ずーっと喋ってるからさ、分かれへんよね、俺も。うん。何喋って、会話の内容が、どういう風な喋ってるか。うん。それ見た？で、それで、なんかそう、バトル買ってさ、うん、で、それバトル終わって、まあ、デートどうなるか知らんで、うん、そっからさ、なんかちょっと なんかいきなり忍法の泣き出してさ、うん、ぐわーって。そう、全く聞こえへん。うん、コラボしてるときなんかも、だって、イヤホンはめてるからさ、俺全部もうアドリブやで、あんな、うん、結構泣きゲーする忍法さんで、うん、ツイッター鍵ついた、速報です、忍法さん鍵開かなりました、うん、それファンの投げたよ忍法さんに、うん、これしょっちゅうなん、これ常習犯なん。俺さ、ニコ玉の配信者知らん、ふわっちゅう人でさ、ニコ玉の配信者さん知らんからさ、パターン分かれへんよね、うん、やっぱりパターンが、ニコ玉の配信者の芸風がさ、ふわっちからしたら結構新鮮やからさ、って結構驚くんやけど、うん、芸風がちょっとわからんからさ、結構まあ新鮮やね、みんな、うん、そう、泣き気結構泣くんやけど、でも結構ガチで泣いてたで、涙出とったもん、うん、涙、唇ブルブル震えて、そうな、泣きゲーなんや、うん、ジュース買っていい、喉痛いわめっちゃ、うん、株落ちたの俺の今日、株落ちたの俺、ジュース買ってくるわ、やめてよファンタスティック、オッケー、ファンタの20倍とか やめてよ、
ハブ。めちゃくちゃ寒い。まあ皆さんちょ落ち着いてね、落ち着いて さっきナイスをしてね、うん、落ち着いてナイスをそう、チンチン、チンチンはマジでこんなやった、うん、チンチンマジでなんか小さかったな、こんな感じだったピューって、うん、俺は忍法さんをね友達と思ってるよ、うん、忍法さんは親友です。忍法さんは。もうね、あかん。目の前がさ、もうぼやーってすんねんけど、病気かな、俺。うん。文字がもう二重に見えてきた。瞳孔開いてる俺瞳孔が、うん、母親も忍法も首吊るとか何なんあれその首吊るとかいうやつ、うん、それも日常茶飯事じゃん、びっくりするやん母親が首吊ったとか言い出してさええー、と思うやん母親が首吊ってどうだこうだみたいな言うわけよ電話で、うん、でそれととりあえずなお母さん電話してて、うん、お母さん電話しようって早くで、あニコだそう言うよく言ってんのニコ生で知らんやんこっちふわっちね、うん、でもう そんなんしもたらお母さんも行こう言うて、うん、お母さん行くぞ言うたら親父がお親父が何とかするとか言うて、うん、親父が何とかするんだとかええー、とか言うてえ行かんでええー、ので参考もらすこい、うん、お前は今すぐうちに来いて警察が来てるんだ今すぐ来いてえお母さん首吊ったって聞いてんけどこっちで、うん、そうやったらさっき行こうって助けに行って、うん、でそれでおかしいなと思いながらさ俺家行ったんよ、うん、明日柏よりもって早めに行くもうあかんやろ、うん、もうあかんやろ、うん、しばらくほとぼり冷めるまで、あ、ニコの間に叩かれすぎてたんや、うん、あ、ありがとうございます匿名さん、うん、あげるね、一個だけミミちゃん、ミュートしてくれるでを信じてか喋ったので、そんなさ、そのなんちゅうのその裁判のやつもさ俺全然知らんやん、お前びっくりしたか聞いて、うん、まあ大丈夫やで、うん、元凶折れちゃうやろお前、どう折れなの元凶で、あんだけさ叫んだからさ俺配信バンだったんかもだもん、あの人途中で、うん、は
配信が、忍法お前アカウントはバンカーやで、フラッチャー首吊るって言ったら、それで俺配信落ちたかもでな、最初ボーンって。で忍法で検索してもあれへんやん、アカウント。うわこいつバンやんけもで、配信外で。いっぱいなってるぞで。あ、ちょっと待ってよ、あいつ名前そういえばクソまみれ、何やな、クソまみれサブローやったな、クソまみれサブローで検索したらさ、引っかかってさ、出てきてさ、笑ったわもう、うん、そう名前変えたらさ、忍法出てけんよな、そら、それでね、そういうことがあったわけよ。だから別にね、そのなんちゅうの、その配信外で何があったかって言ったら、別に大したことなかったけどね、結果、配信外は警察来て、もうお母さんと喋ってみたいな感じよ。こんばんはポコちゃん、はじめまして、いらっしゃい。お母さんあってへんよ、忍法さんだけどな、一筆書いたけどね、一応、書いたけど、それがね、そんなんこう何の効力もないやんだもんだもん、こんな一筆。でね、その書いた一筆をね、奥村さんもう一回読んでくださいって、名前から全部で、あいいそうで、奥村隆史、大阪府堺市堺区とかで、パッチ王子に書いたありがとうね森猫、パチオジに書いた一筆とほぼ変わらん、ほぼそれが分かれへんの、なんで俺が書いた後にさそういう配信撮ったの知らんねん、どういう原因。4個ラスコイミミちゃん、なんかだんだん個数上がってるで、だんだん個数上がってるで、これ期待しいやつミミちゃん、いや契約書でもなんでもない、ニコ生でママと話配信者おらんねや、知らん俺、そうその一筆があったらあったから、そう機嫌よくなってん、とりあえず安心したよ。でそれで配信しようかってなってん、そっから、まゆちゃんはバトル中に機嫌悪くなったの、知らんそんな俺聞いてんもん俺、いや頭がええんかなあの人、でもふわっちゃんはね結構そういうなんちゅう逆張りの配信者はバズるからな、ふわっちじゃなくてもバズるんちゃう、いや全部計算中が多分全部自然の流れやってると思うで、あの人は、なんか俺たちと全くね真逆の世界を言ってるわけよね、真逆の、真逆の世界を言ってるからさ、それがバズるよなきっと、
だから 俺が帰った後に撮った配信が、ま、全く意味わからんねん。そのどういう放送内容か知らんねん、俺見てへんから。うん、どういう放送内容か知らんねんけど、俺が帰った後にね配信撮ったのがわからん。うん、なんか展開作るんが、なんかへね、次のね展開作るために配信撮ったんがね。うん、あ、ありがとうねニコ、ミミちゃん。うん、かやくさんと一緒やん、そうやったらもう引退するってパターンがさ、全くオンドレアスの時の緊急事態発生って引退しますって配信とかで、さあ事件終わって帰るぞって時にね、かやくさんが配信つけてさ、うん、ようやってたもんそれ。うん、あ、これ なんか展開作ってんかな、もうだもん次の芸を。俺はそう捉えんねん、配信やったら。しばらく、もうしばらくだから閲覧取れるけどな。うん、あんまやりすぎたらね、 またアンチ沸かすよね。うん、やりすぎたらアンチ沸かすよ。忍法さんもね、配信引退するっていうのはね、三つ葉に引退するか知らんねんけどね。うん、次は誰が忍法ちゃうや、知らんよ。もう次行く配信もう、でもおらんのちゃう。うん、いてる次忍法さんの、あの忍チャリする人。うん、あ、マッチョさんね、ありがとうございます。山田もな、何、山田会って何なん、山田会なのにいいのってどういうことなの。ゼロワンとコマイがうんこ食うじ、あれなんなん、俺意味わからんねんけど、あれコマイのやつ。うん、なんでいきなりあんなんしちゃうのな、便乗ないっすかお前。あー、なるほどな、ゼロワンが怖い助けたいて、なるほどな。ゼロワンが、あ、なるほどな、あー、なるほどな。うん、んで、あれか、あのなんか途中でさ、ゼロワンがなんかコラボしろコラボしてみたいなコマイだったやんか。意味がわからん思うて、これ全く。中村来とったやん途中まで、それは知らん俺全然。うん、いや、どう考えてもあそこまでコラボする展開じゃないよなって思って、うん、あ、せや、俺仲間のレーシックついていかなか、2月16日だから。うん、2月16日仲間ついていかなかんね俺。うん、沸かすか盲目配信者目が見えへん配信者。うん、中村心配したマジで。うん、結構心配してくれたよみんなね。うん、いろんな配信者さんたちが
これ俺がもうぶっ飛んだ配信者からさ、もう、まあそこでさ、ちょコラボしたらちょっと話がなおかしくなるからさ、もうだから嫌なんかってこれ、話がねもうややこしくなるからさ、だからせんかって俺、マッシャ忍法いいわもう、どっかのタイミングで仲直りするかもしれんけどね、どっかのタイミングで忍法さんとアクションがあるかもしれへん、白みたいにコメント欄にこんばんはとかじゃこんばんはちょっと通話大丈夫とか言ってあるかもしれへんで、そのパターンも、うわー、ちょ、腰痛いわ、マジで。まあ、せやね、しばらくはちょっとね。せやな。せやね、長取るの後のあれやったからな。忍法はあそこまで聞き出す。いや、でも配信的に やりやすかったで、全然。全然やりやすいで。忍法さん馬合うもん全然、配信はいい感じいい感じ、呼吸が合うよね忍法さん、いやーあれはな、ちょっと演技でもさ、ガチで捉えるリスナーさんもおるからな、ガチで捉える、まあ、ガチガチリス、おるからな、ちょっとわからんよね、会ってくれるやろ次は、お前会ってくれへん忍法さん、俺と会ってくれへんやったらもうね、まだ忍者で背中よ、でも LINE ブロックされてんかいけるやろ別に、政治が忍法チャレンジしたらやばいて、別にやばくないと思うで俺、政治が忍法チャレンジするかせんか知らんで、まあね、昨日今日の朝から始まったかな、で昨日の晩から張り込んで、で昨日の晩から張り込んでね、張り込んで、で朝の8時に行動開始してね、まさかこんなことなると思ってなかったよ俺、もうなんでなんでこんなになってんかな思ってんもん俺、いやすごい体力っちゅうか、まあ、やらなしゃあない配信やから、仕事やもん俺ら、忍法のガチ恋が DM してるから無理だよ、ニコ生時代投げ師が、ニコ生時代投げ師がタコに騙されるのとか、ああ なんかそういうのなんかあったよね DM とかも、ガチ恋おるんちゃう忍法さん、ガチ恋っちゅうかかっこいいはおるやろね絶対に、かっこいいはガチ恋じゃない、でもガチ恋は知らんぞ、そこはあんだけさ集客ある人やったら多分ガチ恋ぐらいおると思うで俺、ああいつもそうそうなんか言うてたな、その人が、その人多分 俺のアンチやで、これ俺のアンチこいつの言うことは信じるなって、コメントあったもん、でファンタ投げるからね DM 見てて、
あんた投げるから DM 見てって一生懸命言ったね。かっこいい絶対おる。うん、まあ、その少数精鋭と思うけどな。いや疲れたわ、もう帰りちょっと配信しようだけどな、さすがにちょっと配信できなかったわ、疲れすぎて、うん、兄ちゃん帰ってくるから明日、うん、大丈夫大丈夫、兄ちゃんはちょっと帰ってきます明日、うん、心配せんでも、兄ちゃんって言うぐらいからさ、もう結構ヘビーなリスナーさんでしょ、兄ちゃんは、兄ちゃん呼びは、うん、ありがとう、無料アイテムくださいね皆さん、そうやな、よく、いやでも俺一回な配信落とされたわ、うん、一回どこやったかな、朝忍法さんち行った時に配信落とされたわ俺、ボーンって、あ何やったかな、確か内容が倫理的な何やった、うん、倫理的な動画のこうなので、法令違反行為や倫理的に問題ある配信行為はおやめくださいね、うん、これで落ちたも配信ポーンって、電波ちゃう、うん、一番最初な、何時だかな、朝の9時54分、うん、9時54分、そこで一発配信をして、聞いちゃう、うん、何の法令なんて、いや多分な、アポなしが具合悪かった、アポなしが具合悪かったんちゃうか、うん、インターホン一回ピンポンで押したぐらいで配信落ちるんかな、うん、分からん、謎やねんな、兄ちゃん帰ってくるから、兄ちゃん白はしばらくちょっと配信に出せへん、うん、ちょっと白もな、もう気をつけな、バンになっちゃうわな俺が、うん、追い込みとかせえんな俺、うん、追い込み系は、うん、そうそう、何が引っかかったのな、昨日のやつ、今までの従来通りの放送やったら別にな、バンにされる、配信落とされるあれがないんやけどな、うん、何やろな、そこか分からんねん、インターホンも連打しへんやろ、うん、シロ君とニンどっちもやばい人で、両方やで、両方、うん、ニン様にご迷惑をおかけしたからでしょうて、ちょそこが分からんねんな、うん、いや最近結構落とされる配信スパーンって、えこれでみたいな、うん、2月入ってからこれでみたいな、今日のさ、その倫理的な配信内容ちょっとよくわからんね、うん、ゆいがさんあるよ、ゆいがさん、うん、明日からゆいがさんね18番の OK 対策本部、どうせあれやな、進展ないよね、ゆいがさん、あったの、うん、ゆいがさんは進展、
通報入ったんかな、ギャザリング欲しいん俺、次はねギャザリングのあれ取ってね、ギャザリングで沸かそう思ってんけど俺、次どうしてもギャザリングが欲しい、どうしてもここだけどんつかすかい、A ちゃん次ギャザリングで沸かしたいもん俺、このイベントでねギャザリング取ってここだけどんつく、 A ちゃん、あ、10個どんつく、 A さん優しいね、16だからもうちょっとしばらくねおとなしくするわ、しばらく総合16じゃあかんわな、こっから追い上げんとガーって、ありがとうメガホン15個、ちょっとでも沸かせすぎたわ、ゆいが配信は養分とコラボが意味が分からん、どういうこと、ゆいが配信は養分とコラボがウケるな、もう意味が分からんねん、もう大丈夫か、何時思ってんねん、22時21分ね、総合5まで30万、総合5まで30万な、よし総合3目指すぞ、総合3、もーちゃん頼むわ、もーちゃん甘えさせて、ゆいがさんも進展ないやろ、やっても、なんか惚れてんのあれ、結局俺ここ 2,3 日ね全く触れんかったけどさ、このタイミングで捕まって一番いいけどな、速攻飛んでいくで、速攻このタイミングでね犯人が捕まりましたから速攻行くわ俺、眠たい目こすってでもピューって、いや、言うてたな、忍法さん。忍法大丈夫よ、忍法さん。大丈夫です。余裕で。忍ちゃん返し、一個なんつかすかい、もーちゃん。帰ってくるから、ちゃんと。必ず戻るから。もう芸風が火薬さんと一緒。芸風が。向こうではフルボッコなんや、こっちは忍様忍ちゃんやろ、めっちゃ疲れてる、ここだけなんつかすかい、 A ちゃん、ここだけなんつく、 A ちゃんなんつく、甘えさせてくれるわこの子は、 A ちゃんなんつかすかい、5個、忍法イベントやで、忍法イベント、インポイベントやけど、あいつ多分な、金さえ稼げればそれでいいみたいな考えちゃう。金さえ稼いだら。そんな感じがしたな。ニコ生のリスだね、ニコ生の人をよく知ってるよね、そういうの。だから。みんな。あいつはすぐ戻ってくれて、だからそれも言ったけどな、イベントぐらい最後にやった方がいいよって、でも配信の時間がどうだのこうだの言ってね、僕はね、まあ、ある程度稼げたらそれでいいですって、って言うからね、あ、そうなんやって、じゃあもうそこは無理に強制はせんよって、
腰痛え、マジで。まあ、そんな感じよ。忍法さんはね、またふわっち戻ってきます、ふわっちに、うん、いじめ高いよ、忍法さん絶対に。明日デイ、あ、明日はデイサービスだから、午後かららしいわ。うん、午後から配信、忍法さんね。オッケー、忍法さん、午後から配信ね。いや、俺はね、もう今日これ配信終わったら寝るわ、帰って。グースカピー。うん、まあ、頭回らん、全然。よくみんな見とったよな、うん、ずーっと。今日さ、今日の配信をね、もう24時間ね、四六時中、もう昨日の晩からね、ずっと見てましたって人、いける？リスナーさんで。うん、ずーっと見てたよって人。うん、朝からマジで？朝から？釘付け、うん、アイス買うとこな、うん、もうね、俺今さ、253万のさ、ネタにするなら50万払ってやれよって言ってね、コメントをね、もうエンタメで返したいけどさ、もう疲れ切ってさ、その元気すらないんよ俺。2号さん頼むわ、ちょっと甘えれんか、50万円分。2号さん、いや、まだアイスでいけるもんだろ、うん、俺久々にさ、なんかネットカフェ泊まったわ、うん、ネットカフェ久々に。今あれやし、ネットカフェでさ、鍵付きの個室らしいで、うん、鍵付きの個室知ってた？これ、いや、ちょっとね、2時間ぐらい寝たかな、2時間ぐらい。2時間ぐらい寝て、ほんでもう速攻ね、パッと起きたらさ、もう8時やったから、やばい、寝過ごしたもんで、速攻配信つけた。鍵付きはなかったんじゃん、今までネットカフェで。中村いらっしゃい。中村あれやろ、あの、心配して電話してくれたやろ、俺、うん、天然さん大丈夫かなって、うん、俺はね、うん、もう体力がなさすぎてフラフラで。中村連れて行ってよかったな、今日、昨日忍チャレ。やったらね、なんか中村連れてたらもっと炎上してるかもしれんで。中村連れてたら、もう一個。うん、ああ、綱が止まってたところでさ、あそこやろ、歌舞伎の。歌舞伎のネットカフェやないつ。あ、そう、グランカス様、うん、グランカス様、あそこにようと思ったよね、うん、久々泊まったネットカフェでも、あのネットカフェでもね、全然寝れるわ俺、うん、今日気づいた俺、うん、全然寝れる。ネットカフェで生活しようかな。ネットカフェから配信して、あんまり大きい子言われんけどね。
あ、そうなん、カステマが一番好きやん。快活クラブとかいろいろあるでしょ。うん、快活クラブとかさ、ネットカフェで、うん、いや、あれやで、もう何でもあんで、コインランドリーあるわ、風呂あるわ、何でもある、ネットカフェすげえな。もだもん、そら一つ見つくわんなん、うん、ネットカフェに。あ、ここでみんなな、あ、生活しはる人おるんやな思て、うん、普通に女の子一人でね来てはる子もおったで、うん、ネットカフェ寝泊まりシーンか知らんけどな、そこで、うん、いやー疲れたわー今日、うん、また明日朝から配信しようかな、うん、明日朝から配信見てくれるよって人いてる、いてる、朝か昼、うん、カレーもあんねや、うん、朝から配信する、ちょっと時間帯、うん、変えて、深夜の分も朝からしゃあな、ナイスの加減があるもんな、うん、ナイスの加減が、ありがとう。はい、なあ、朝からのがいいよね、全然、うん、この時間で相手曲がらんもん、うん、この時間この時間一番きついもん。そんなふっかる俺、うん、でも俺ふっかるの最近やで、うん、最近ポンポンポンで行くけどな、うん、そんなふっかるなんかな、うん、でもよっぽどのことない限りもういかんけどな、あんま、うん、これは取れたかありそうやなとかね、うん、ったら動くけどさ、もうあからさま行っても取れたかないやろみたいなのもいかへんよ、やっぱねえよ、湧くところ湧くところにかな、しかも 服ね、ずっと一緒です、これ昨日の晩から一昨日かな、せやね、運転もな全部自分一人やんやんの、もう一人おったらな楽やねんけどな、全然見ていて飽きないよ、本当にて。じゃあ俺がね、ありがとう配信でこじりまくってる時でもね、ちゃんと見てくれますみんな、うん、こじりまくってる時、何やこいつも、ありがとう配信かよて、うん、な、見えひんわて、あ、無視投げてくれてる、うん、応援しね、みんな、死に物し、まあ、死に物狂いで配信しろ、俺頭狂ってるやっぱ俺、うん、完全に、うん、完全頭狂ってるわ、配信もあったかんのやっぱ、うん、自分じゃなくなる、配信回ったら病気なんかな俺、一種の、あかん方向、あかん方向に行っちゃうの俺、うん、病気かな完全に、俺も忍法さんみたいな子かな、うん、演技してお涙ちょうだい、もう完全に汚れやな、完全に
いやもう最近めっちゃ狂ってる。頭がおかしくなりそう。もう俺、忍法さんじゃなくてね、もう俺までおかしくなりそう。配信で。なんかね、スイッチ入るね。ポンってなんか、自分の中で。ポンって。いきなり。押したあかんスイッチがあるんよ。自分の中で。そのスイッチをね、ポンで押しちゃうよ、自分で。プチって。そのスイッチ押したらね、もう変な方向に行っちゃう、自分が。配信病かな、もう。いや、もう。配信病か。そのスイッチ押したらさ、もう閲覧中の俺がね、出てくんね。もうコメントとかどうでもいいね。もう左上のね、数字がさ、ボコボコ湧き出して、アドリナリンがね、バンバンに湧くね。押したらあかんスイッチを押したら、自分の心のどっかにあるんですよ、僕。そのスイッチが。これやったら確実になんか変なアンチ湧くなってこと分かってんねんけど、そのスイッチ押したまんね、なんか知らんけど。閲覧中スイッチやろ。ピタゴラスイッチちゃうで。ピタゴラスイッチちゃうよ。でも俺の中のね、概念があってね、やっぱ配信者でさ、やっぱもう常識なんかもう誰でも考えてわかるやん。常識でさ、一般常識でさ、でもさ、一般常識を配信でやったところでさ、何がおもろいになるの俺。わかる？そう、一般常識がぶっちゃけたらさ、誰でもわかるやん。もうええ年こいた大人やねんからさ、やったあかんことね、ええこと、そんな区別なんかさ分かってんねんて。ただ配信回ったら俺も頭いっちゃうからさ、その区別を通り越すわけよ。配信なんか別にいたって普通やで。やばい、おい、忍法さん恨み、これ。ガラガラみたいな車。爆発せえへん、これ。お前は。忍法さんの怨念。お前呪い殺しやるて。たまには車のボンネットからの音なんねん。クラ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 って、ニコ生では薬病神と言われてんやん。何の話やかな、忘れた俺。そういうね、だから一般常識がさ、もう誰でも分かるわけやんか。ねえ、はっきり言ったら、これ、ねえ、これしちゃあかん、あれしちゃあかんとか、子供やないんやからさ。ただ、ね、配信回ってるから、配信回ってるから、非日常なね、自分を見せることによってね、ワクワクよ。非日常な、配信を盛り上げようと思ったらね、ガチリスナーさんは分かってます？ガチリスナーさん、よくあのコメントでね、ガチレスする人、そこやで。
なんかガチでキチなやつ、なんかが、いやあのな、あのね、だ配信回った時点でさ、配信回った時点でやっぱね、あの普通の普通すぎても思うんだよね逆に、普通すぎても、普通の正論を、ね、正論ばっかり言ってたこれさ何も思うんだよね、正論なんか俺はどっちかって そっちの思考やね、こんなもん正論言うて何がおもろいんで、正論言うぐらいだったらね、ちょっと話こじらしね、ちょっと話ポンプする方がね、変なこと言って、まだね、話題は広がるよね、いや、忍法さんの話してるんだけど今、これ俺の持論ね、持論、ただ配信が終わったら、まあ普通のね、そんな、一般常識はわかるやん。一般常識は、これしちゃあかんとかね。並んでる順番をね、並んでる順番抜かしちゃあかんとかさ。明日いいよもう、政治は今日も弱者さらして閲覧稼ぎしょって、もうええやんもう好きにさして、違う、そのいいよじゃなくて、もう俺じゃ、明日休もうからもね、もうマジで、それぐらいもう疲労困憊してる今、もう俺のね体がねマックスできてる今、寝不足で頭がもう回れへん、もう今でもね自分が何喋ってるか分からへんもん俺。そうなんですよ、143番さん、休むってことは休まないこと、そうなんですよ、あれ天然さん休まなくていいのって、大丈夫って、頑張ってねって、兄ちゃん潰しやがって許さん、貴様明日復活するのに、忍法さん大丈夫よ、あどんつかすかい、まー、あ、ちゃん明日は家寝なさいって、まー、あ、ちゃんの家寝ようかな俺、ダメ、まー、あ、ちゃんの家で、えフォローしなかった、どこまで進んだ、どこまで進んだ、どういうこと、今回の話ってこと、今回の話ってこと、今回の話はとりあえず別に大して何もないんやけどな、大して どこまで進んだかといえば、まあ普通に、まあ、配信外で警察が来て、で警察と話してなんか変な一筆書いて終わりみたいな、そうなんすよ、台本じゃ台本じゃ、配信上では台本って言ったけど、台本じゃガチガチ、金たぬきさんお願いします。
もういいよ、どうなっても。もうてへんよ配信いちいち、うん、金たぬきさんのアカウントが分かれんから、うん、金たぬきさんのアカウントが大丈夫やったよ、うん、ありがとうね、うん、ゲス知らん、その人あんま知らんねんけど全然俺、うん、でも今までなんかこういうのめちゃくちゃあったよな、訴える訴えへんとか、うん、アカウント分かれへんねん、どれかちょっといいっすか、アカウント、あとナイスね、皆さんお願いします、ナイスの方ね、うん、今日結構アンチ湧いたんちゃう俺、どうやったコメ欄見てへんねん全然、こアンチ多めやった、そうなんすよこいつがね、忍ちゃん潰しの明日復活する忍ちゃん潰しのね、どんな配信するか明日、そうな、野田さんとか行ったんや、結構広まったんや今回のやつで、うん、どっち投げればいい、ちょっと待って、普通のイベントアイテムいいです、普通のイベントアイテム、アンチ増えたかな、うん、まあまあアンチ増えた分ニコ生のリスナーも増えたね多分、ニコ生のリスナーさんも、さっくりよみんな、ご褒美がここに3日間のね、ご褒美が来るよ、暗黒じゃんなん、うん、あ、暗黒放送かみどりさんの、まあそこまでね、あんまね、追い込んだ配信は俺あんま好きちゃうからな、うん、ほどほどにせな、もともとアンダーバーで予定であったんですか、何アンダーバーって、うん、もともとアンダーバーの、いや、そんなないよ、そんなないよ、うん、ここだけどんつかすかーい、まーちゃん、25どんつかすかーい、まーちゃん、ここだけどんつくばあさん、どこだけダンスかすかーい、まーさん、ナイスお願いします、あと無料アイテムね、皆さんお願いします、まーちゃんどんつく、これこの時が一番好き俺、ここだけダンスかすかーい、まーさん、ここだけダンスく、一番超えてる、どこだけダンスかすかーい、ここだけどんつく、まーちゃん、ここだけどんつく、まーさん、お友達お願いします、25どんつかすかい、まーさん、わー、お前がアラブの石油王、ウィンドウズ、ビリゲス、ソフトバンクさん、まさしトップはどんつく、まーちゃん、ハンドティック、ここだけどんつく、まーちゃん、はい、ここどんつく、まーちゃん、早いな、ここだけどんつく、はい、ここどんつく、まーちゃん、ここだけどんつく、いつでもいいよ、いつでもいいよ、
はい、ここどんつく、まーちゃん。お友達もね、いつも入っていいよ、すっと。はい、ここどんつく、まーちゃん。トンブラどんつく、母ちゃん。ここだけどんつかすこい。いや、25どんつかすこい、まーちゃん。兄ちゃん潰した後に食う飯は、あ、ほか食うてへんよ、飯、俺。ここだけどんつく、まーちゃん。めっちゃ泣きくれやん。はい、ここどんつく、まーちゃん。優しい、この子。あ、50個どんつかすこい、まーちゃん。はい、ここどんつく、まーちゃん。はい、ここどんつかすこい。総合3まで、あといくらなの、みんな。総合3まで。はい、ここどんつかすこい、まーちゃん。おお、ここだけどんつく、ばあさん。全然少しちゃうやん。ここだけどんつく。25どんつかすかい、ばあちゃん。28番な、あと。ここだけどんつく、ばあちゃん。ここだけどんつく、ばあちゃん。あと28番。ここだけどんつく、ばあちゃん。明日はね、とびっきりの待ってるんで、皆さん、あと28番な。いったら、ありがとう、まーちゃん。どんつく。さあ、次の方どうぞ。次の方、ネクストバッターサークル。あー、オーマイガー、オーマイガー、アラブの石油王、ウィンドウズ、ビルゲイス、フォトマークサーボーサシトップは、もーちゃんいないでやってくれ、どんつく、もーちゃん。銀ちゃんの不幸の上に成り立つ配信で復活するから、明日安心して、明日復活するからしっかり、ここだけなんつく。兄様に謝罪しろで、しに行く、明日。じゃあアイスクリーム持ってアイスクリーム持ってすいませんでしたで、2日連続また来ましたで、また、絶対事件や、また、あとなんぼや、書いとこ、70万、あと40万、32万かと、あと32万な、32万。次はもう大量のアイス買っていこう、俺。大量の。10個だけなんつかすかい。え、てんちゃんの、何？三強、なんていうもんそれ。協定。総合3やね、総合3。総合さんも26ちゃうやろ、三強三、なんて読むこれ、四文字熟語、協定、あ、協定競馬競輪な、協定一競輪が一番赤いお前、配信外でやっちゃったから、すいません、配信外で見たいんやん、協定競馬。平和やる、いやもう熱くなるもん、俺熱く。でも最近俺競艇ね、3コースかかったりするわ、3頭結構好きやね、3頭とか。昔はねインコースばっかり買ったけど、でも3頭か、31とかね、34とかあったりするわ。今日伝説どこした、伝説かどうかわからんで、今日はこれは、リスナーがね、どう捉えたか知らんけど、
マジ疲れたわ。10個だけなんとか使え。さあ頭真似する。あ、穴がいやで、穴がい、穴がい、おつがいしょ、おつがい、薄いとこね、薄いとこだけよ。え、競馬ってさ、もう G1 ないよね。しばらく川と養分2人、協定500万負け。マジ言ってるの？ 500 万すったの？協定で。俺協定さ、あの買い目さ、どういう買い目が好きかって言ったら、13よりね、1214が好きやねんな俺。1214が協定はな、3コースでも絶対握るやんか、大体。だから3コース握るから膨らんで2と4が刺すからさ、1445とかね、1425の買い方好きやねんな俺。それでよくやられる、13来て。うわ、皆さん明日はね、実は協定好きよね俺、めっちゃある。なんか病気やわ、病気、どうしよう、もう病気。配信病、協定病、どっち？あ、おや、予想やしはったんや。でもあの予想やも結構どうなん、当たる、あんま当たるイメージないけどな。サビオちゃうお前。サビオちゃうガチやこれ。病気や俺。配信の最近やりすぎや思えへん俺。配信もう頭なんかおかしくなりそうよ今。明日の平和島の G1 優勝戦、あるんや明日平和島 G1 優勝戦。それまで配信つけたいけどな。明日はマジでまったりする。明日は絶対まったりする。もっとおかしくなーれやれへんね。明日はもうね、この車の中でね、16時間配信するわ。ミニが1コースだから逃げて終わるんだろうって。ミニ大嫌いなあいつ。そういうミニを信じた時にね、あいつ飛ぶから。ミニは。ミネ竜太、ウリュウ正義。で、桐生純平はええわね、ブス島、この3人のね、もう陰線はもう当てならん。飛ぶと思って買うもん俺。この3人は誰かおったな。ミニもせやけど、一番信用できる院は石の絵で、石の、
いや結局さ、もうエースモーターでもさ、結局さ、もう、萱原はな、でも萱原のインコースあかん。萱原外枠よね、やっぱ。強いの。あ、萱原の意味もあんま当てないよね。萱原の意味も。だから足あんやろ。足屋の12レース。12位ですけどな、もう押してあげる明日。これ芦屋優勝戦 G1、 これまずさ、古沢と、ね、ミニがな、これやり合うわ。スタート揃ったら、やり合ってる間にさ、もうこいつもさ、このやり合ってる間に雨竜か佐藤かがね、ズボって入ってくるわ。だから3か4やな、した頭。3か4。なんて5馬なんで、5。だから3、3、1、2、4、5とかね。3、4、1、3、4、3、4、1、2、5とかね。ありやで。4、1ね。4、1、4、5。これ芦屋の12レース、平和島やろ、平和島優勝戦12レース。うわー、25トンつく、まーちゃん、それ昔のやつだわ、アイテム。これ分からんわ、平和島は。ちょっと、でも平和島はね、4強いよ。4が強いねん。4コースが。平和島と尼崎は。それはメガホン、メガホン。イベントアイテムつながる。ドンツカスカイ。もっと余りもある？もっと余りも。まってな感じね。協定はこんな感じよ。絶対協定せんからした。ナイスお願いします。まだなんぼ160か167か。ナイス。1日500取りたいな。ナイス。500ナイス取ったらまだいけんな。ナイスした。もうやったな。ナイスした。俺もナイスせんかった。こんな縛りなかったんで、僕あのナイスも来月やめます。僕、忍法さんもね、配信引退するんだ。僕も引退します。明日ちゃうわ。ナイス、引退します。来月10個だけなんですか、スカイ。え、なんでロックで投げすぎじゃない？どっかで。まーちゃん投げすぎじゃない？どっかで他の放送枠で。ロックか、なんかよくあるよね、それ。投げ師さんでロックかかるって。俺はない、そのロックかかるまで投げたことないけどな。あのさ、一つ6かかったってことは、もう一個あるってこと？あつし今日誕生日だからケーキ、そうなん？あ、そっか、あいつ2月8日か。2月8日なんや。うちのね、おかんとあつし、
で、親父、誕生日一緒やねん。実は。で、厚氏誕生日ってことは、おかんもやねん。うち。誕生日。そうなんすよ。こっちは大丈夫、そのなんつかすかい。10個だけなんつかすかい、まーちゃん。10個なんつかすかい、まーちゃん。やばい、この人。配信頑張ってよかったわ。10個だけなんつく、でかいわ、でかいわ、10個。10個、ごめん、50個、なんつかすかい、まーちゃん。うわ、やってよかった、配信。10個だけなんつく、まーちゃん。10個だけなんつく、ばあちゃん。10個だけなんつく、ばあちゃん。お友達、ナイスもお願いします。応援、誰か応援お願いします。応援隊。10個だけなんつく、ばあちゃん。10個なんつく、ばあちゃん。こっちは、ね、こっちはセーフってことは、どういうこと？ 10 個なんつく、ばあちゃん。1個6かかって、こっちは10個なんつく、ばあちゃん。これ期待してるやつ。10個なんつく、ばあちゃん。10個だけなんつく、ばあちゃん。ラスコイ、ラスコイ。わ、50個ガッキー！ホームラン、どんつかすこい！まーちゃん。あー、10個10枚！お前が、アラブの石油は、ウィンドウズ、ビリゲイス、ソトバンク、ソーマサシ。お金持ち、毎度、大きに10個どんつかすこい！まーちゃん。10個だけどんつく、まーちゃん！ラスコイ！あと何点？総合3まで。あっつ、40、あと29番な。 あと29番、いった。あれ、あと大きに、あと29番な。負けられへんな、これ。これゲザリングめっちゃ欲しくてね。ゲザリング詐欺しまくったら思ってんねん。今度は。だからゲザリングね、取らさせてください、僕に。若い社員にゲザリングでまた。あ。頑張るか。いや、ゲザリング詐欺が一番アンチはかもしれんけどね。事実も、このイベントで総合入賞入ってもらえるやんか。じゃあね、ゲザリングないと言わせせんで、お前ゲザリング持ってへんやろって、そのコメントがなくなるわけよ。そのコメントは、ゲザリングってね、何って言ったら、そのアイテムを使ったらさ、一時的に閲覧人数が2,000〜3,000人は膨れ上がんねん、バコーンって。どの配信者でもそのアイテムさえ持ってたら、でそこの配信者の放送枠で10秒待機したら、ゲザリング使って10秒待機したらメガホンが3つもらえるという、そういうシステムね。閲覧人数がむちゃくちゃ膨れ上がんねん、バッカバコに。
で、メガホン3つもらえたし、通常メガホン1個ね、1個もらうのに5分かかんねんけどね、まあ、それがね、メガホン3つが10秒でもらえるという、でも俺持ってないです。このイベントで総合入賞入ったら、総合5位以内、総合5位やったかな、5位以内、で閲覧がね、例えばタイトルにね、3時20分からね、ギャザリング使いますってタイトルするわけよ、バーって。ほんなら、あそこの放送枠ギャザリング使うからメガホンもらえるなと思って人がむっちゃ来んねん、ドゥルラーって。5個だけドンつかすかい、まーちゃん。いやもう今はないです僕、あっとと言っちゃった。言わないっす。なん、言わないっす。いや、ほんま、これ冗談抜きで。てかもう そのギャザリングのアイテム多分もうみんな使い切ってると思うで、どの配信者さんも。で、そのアイテムが今回このイベントでもらえるって話。俺はね、そのギャザリングを持ってもないのに持ってるような配信をしたからさ、アンチがめっちゃ湧いたんよ。お前ギャザリング持ってへんやろで、早く使えよって。あ、いいよ。メガホン10個です。お前一体何時になったらそのギャザリング使うんやって、むっちゃ湧くんよ。メガホンね、3つもらえるのね、楽しみしてきたリスナーさんがね、あれ期限ついてるんや、期限、いやあれクソおもろかったもん俺やっとって、配信がアンチがワクワク、この人詐欺師とかね、この人嘘つきとかね、この人はメガホンもあのギャザリングを持ってませんとかも言われる、いろいろ、なりふり構わずね、僕ね、そんなコメントがどうでもいいからね、あ、そんな感じでね、皆さん、今日僕がね、まあ、ちょっと2日間多忙にしました。その間にふわっちで事件や事故ありましたか？事件や事故、特に変わった事件とかあった？ありました。何があった？そんな事件あったの？俺マジで何も知らんね、俺、初心者なんで僕、よろしくお願いします。ヨギ VS 機長、あ、喧嘩したん？ヨギママと、ヨギママってあれやんな、オカマやんな、オカマの人やんな、あの、ナナちゃんとかと仲のいい、ヨギママ機長。ホームレスって誰なの？あ、ホームレス、あれだから政治が連れてた人、もしかして。たくまとブーちゃん、今日結構ないやん、ね、いろいろあったんや、ふわっち。今日のふわっちは、もうあれやな、なんかみんなさ重なるよね。じゃあもうリスナーも忙しかったんじゃん、今日もうあっちゃ行ったりさこっちゃ行ったりとかさ、結構忙しかったんじゃん、みんなこっちもやってるわで、あっちもやってるぞで、忙しいな俺らで。
忍法さんが忙しかった。今見ちゃうよね、そういうの。何があったよなんて、あれアイコスないけど、明日もまったりや。多分もうどの配信者も寝た気らしゃんちゃう。今日で明日はまったりちゃう、いや俺だって昨日から張り込みやで俺、久々やった張り込み操作したん。もうやめような張り込み、もうこれイベント最終日いつだったっけ、これ2月7何だからだっけ、これ11か12まではちょっとおとなしくするわ。まったりリスナーさんとね向き合って配信する。率直だね、リスナーの気持ちを聞くよ俺は。僕のことをどう思ってるんですかって、好きなんですか嫌いなんですかって、好きやったら好きでね告白してくださいって、あ、余儀に変わったからこっち どうなったか、ああそうね、こっちはもう別に大したことないよね。大したことは言うて、たまには息子だ3回で、でも出してもいいけどな息子。でも言われるやんガチ恋さんに、そういう天然さんは見たくないですって、そういうね家庭的な天然さんは見たくありませんって。ここはディズニーランドで、ね、ディズニーランド、皆さんにね夢を売る仕事、夢を。だから俺のことを好きなリスナーさんがね、おるかもしれへんや、ひょっとしたら天然さん忍法さんとの配信見て好きになりましたね。なんでそんなにイケメンなんですかって、そういうやつがねそういう配信見せたらさガチ恋さん飛んじゃうやん。あ、実は子供いてたんですかって、騙されましたって、課金したアイテム返してくださいって、盛りないと諦めた、諦めた。俺絶対無理やもん長時間座るて、ああ発狂なんとな、確かにな。え、あんなと配信してんねん発狂なと、忍法さんの放送枠で、忍法さんの放送枠で配信して、そっからもう仲良くね、じゃあ帰るよって、でおちゃんちゃんで終わってんけど、その後に忍法さんがなんかしたんけど配信つけだしたよ、そっから知らん俺全然。俺が聞きたいもん、何があったのって、なんかありましたみたいな、おい忍法はもう配信引退したぞとかで、ええー、うせやろで、なんでよって、忍法がもうお父さんに引き取られたぞって、ええー、でそれ聞いてへんよって、明日何時から配信しよう、総合13位なんや。さあ、今日早めに終わっていい？明日早くから配信する俺。まあ、引退せえへんよ忍法さん。ね、稼がなあかんねんから。
まあ、あんだけね配信でもう金金言うたらね引退はないわ、うん、絶対する配信、うん、ふわっちでね短時間であそこまで稼げると思ったらね配信絶対するから見とってみ、うん、これはそう思うよ、うん、あまた見せますね配信で、いや一応俺一応忍法さんで、うん、忍法さんって忍法さん火薬さんって、じゃあもう終わるか、ちょっと何時間2時間あ それでも2時間やってんや、うん、明日昼ぐらいからしようかな配信、うん、お昼過ぎから配信つけるわ、ありがとう、3つ。最後ね、ちょ無料アイテムだけよろしくお願いします。うん、突然忍法は、今日だけやで、もう。そんなしょっちゅうしょっちゅう行かんも遠いわ、あそこ。うん。あそこは遠いわ。あ、満面の意味、ね、喜んでたな忍法さん、うん、家はだってもう見バレしてるもん、うん、Google マップでさその家の住所バンって打ち込んだらさ勝手に行くよねピューって、うん、次あもうしばらくあるかな、なんか、うん、こういうネタ東京編、こういうネタ、そう考えたら 1月からずっとこれやもんな、この調子やもんな、よく考えたらまったりしちゃうよたまには、うん、俺あそこ行きたいねんな、築地にあるさ一万なんぼの海鮮丼、そこ行きたいねんな、一万なんぼの海鮮の、ゼロワンがさ昔なそこのところで配信しとってん、そこのウニ丼見てさめっちゃうまそうや思うて一回行きたいな思うて、うん、配信で、あそこの店の名前何やったっけな、うん、あそこの店の名前今この高級ウニ丼食いたいもん、高級ウニ丼いっぱい1万円ぐらいの、うん、バカ食いしたいよバカ食い、築地行きたいな、築地さ配信するちょっと怖いな、そこ築地配信するんがなんかちょっと血の気濃いよねあそこ、うん、やっぱ市場の街やからさ、うん、築地行きたいな、築地かどこやろ、もんじゃも飽きたしな、もんじゃていけな、ぼちぼち終わるか、みんな今日は、あー痛え、マジで腰、最後ね、ナイス最後お願いします、うん、あー石川県な、
そう考えて俺、石川県もありっちゃいいよな、ゆっくり休むわ、帰って風呂も入っていいかね僕、もう頭ギトギトよ髪の毛、明日はちょっと早めに配信つける、最後にちょっとナイスだけお願いします皆さん、ナイスだけ、お終わるよ、お終わるよ、ナイスだけお願い、ありがとうね、200、300です。天然さんこれからもね頑張ってねって、思った方ねナイスお願いします。186。もうちょい。187。200。今来た。もうちょい。天然さんこれからもおなするよ、バクバクに。あの後大丈夫で。あとなら。浮気していいよ。4回ありがとうございます。もっと余ってない。まーちゃん。もっと余ってない。あと500個ほど、あれ頭回ってんよ、もうずっと配信やからさ、ろれつも回れへん全然、嫌な顔もマジで。じゃあね、終わるんでね皆さん、最後大丈夫、投げ忘れ大丈夫、天然さんちょっと投げ忘れありますって、大丈夫か確認しよう、あグレイト投げ忘れてましたとかね、クール投げ忘れてましたとか、ファンタスティック投げ忘れてましたとか、大丈夫終わるよ俺、今日の配信、ありがとうね、325万さん、じゃあ終わるわ、ナイスお願いします、250ナイスで終了です、おやすみ、250内戦終了です、
ちょっと待った。どうした？あ、ナイスお願いします。186番どうした？ちょっと待ったって、無料相手3つなんですか？スカイ、え、186番さん引き止めたよね、俺を。俺をあなたは引き止めましたよね。甘えれんの？じゃ終わります。明日甘えるわ、明日、うん、明日いっぱい甘えるんで、みんな今日もあかんわ、限界俺が、うん、終わる。タコタコ